椎間関節を見るという、えー、テーマになるんですけど、ここにもあるように、椎間関節は関節法と、あの、セットでですね、あの、状態をちょっと見ていかないといけないっていうのが、いろいろな臨床研究であったり、あと、先生方も感じてらっしゃる臨床上ですね。例えば、L の右側の椎間関節の L の3、4間に関節法が硬くなって問題があれば、 前屈をした時にですね、左右の椎、えー、間関節の上関節、あの、上のついた関節突起は上前方に滑るわけですよね。さあ、右が硬くなったら左だけ滑ってしまうから、体幹は右の方を向きながら前屈をしていくという特徴がありますよってことですね。これがまず一つ。で、放屈はですね、関節方は縮んでいく方なので、比較的 屈はできるっていう特徴がありますもしくは制限が全く出ない人もいます。これがまずポイントですね。で、側屈をした場合、右に側屈を例に挙げると、縮む方向に動く側屈は制限はされにくい。ですが、回線が え今度左の場合、左に側屈すると、右の椎間関節が広がらないので、左の側屈は制限されやすいよっていうのが特徴的な。じゃあ今度回線で行きましょう。右に回線した場合は、何が起こるかって言ったら、当然、右の椎間関節が開かないので、右の回線が制限因子になる。で、次に起こることは、 何が起こるかって言ったら、右の回線は制限されるけど、左の椎間関節は広がるので、左の椎間関節は制限されないということ。今のパターンで言うと、前屈をしましょうってなって前屈をしてもらったら、基本的に、えー、右の椎間関節がうまく働かないから、右の方に変異をするっていうのが一つですね。そして、 椎間関節の、そう右の椎間関節が制限されたら、左の側屈は生きにくい。そして、回線は右が生きにくいという関節法パターンをたどりますよ。ですから、今の私が言ったようなパターンでいけば、完全に右の椎間関節法に制限があるパターンということが言えます。まず、椎間関節は、荷重がかかると痛いですよ。そして、 進展方向になると、よりその荷重が増しますよっていうことは、追間関節へのストレスは、進展っていうのがストレスになります。まずね、基本的に。で、拳部テストの考え方として、進展してからの側屈進展してからの回線っていうのは、あの、従来通り多分言われてる先生が多いんだけど、 最初に進展って、もともと追間関節にストレスをかかるのに、痛い人に最初から進展するとより痛いから評価に至らないことがあるので、僕は一応、あの、ファーストステージは、側屈進展、回旋進展から入ります。じゃあ、こういったテストで、明らかに追間関節に対する圧迫ストレスをかけたら、症状が出たようなったら、追間関節の、いわゆる、 解放される方向にジョイントを持っていきたいわけですよね。で右の椎間関節の L の3番4番間をストレスをかけたいときは、右にこう側屈させると関節突起自体がこうやって狭くなる。と、左に圧迫すればよりこうやってグッと圧迫がされるっていう、これを解放したいわけですよね。なので、 まず動きとしては、一番目のこの治療の紹介は、いわゆる椎間関節を下方に滑らせていくので、まあ上は相対的に上方滑り、上前方滑りということですね。L3 番4番間でやると、L の4、L の3番の上方滑りを出したいわけですよね。